カプセルが溶けない薬といえば、苦くて粉になっていたかと思う。それがだんだん粒になって飲みやすくなった。苦くなくて、どちらかというと味がないか甘くなっている。カプセルに入ったものも登場した。苦くてもカプセルの薬なら苦くない。昨今、錠剤やカプセルのもので、薬の世界が埋め尽くされた。薬ばかりか、サプリメントも姿を現した。カプセルを飲み込むと、体内で溶けて吸収してくれる。ところが、飲んでも体内で吸収されていないカプセルがあるのが分かってきた。これでは何のためにサプリを飲んでいるのか分からなくなってきた。水に溶けなければならないとの規格基準があるようだが、これをクリアしていない。なんという頑丈なカプセルだ。腸内という小宇宙を旅して、最悪、便として出てくる。薬は風邪をひくから、早く飲めと言われたことがある。飲むための服用期限があるようだ。だから投薬期間の基準に基づき、医者から処方される。薬局の薬の買い置きをしても、役立たない薬になってしまうことがある。粉薬もむせるような粉末より、顆粒タイプのものが多くなって、飲みやすくはなっています。さらに、カプセルならもっと飲みやすいかもしれません。ところが先に言ったように、水溶性のカプセルなのに溶けないカプセルが見つかっている。カプセルのメリットは、薬剤の味を感じることなく服用できる。苦いとかの味や匂いもカバーできるところだ。また、薬剤を液状のまま充填できることもある。さらに中の薬が溶け出るまで、コントロールがしやすく安定している。それでも最初は飲めたのに、長時間保存することによって、カプセルの質が変わってしまうものがある。溶けるように多めの水などで服用しても、本来の効果を発揮できないカプセルに遭遇しては、自分の運のなさを呪ってしまう。薬は、運不運で服用するものでもないのに、